伊賀雄一君、沖縄の風の伊賀雄一です。まあ二千二月二十四日の県民投票を受けて三月十六日沖縄では土砂投入よるさない十号三号を守り辺野古新基地建設をもと建設断念を求める三点一六県民大会が開催され一万人が参加をし,しました。安倍首相は辺野古新基地建設について二千十二年のツープラスツ共同発表では これまでに特定された唯一の有効な解決策と限定付きだったものを2013年12月末に中井県知事に埋め立てを承認をさせ2014年2月12日の板和恵子議員の質問収支書に対する答弁書でこのこれまでに特定されたという文字を削除し辺野古が唯一の解決策と閣議決定し米国のプラン B 等を含めたさまざまな可能性に蓋をして 辺野古の建設工事を強行し、今日まで続く辺野古問題を作り出しました。この政治的な責任は大きいと思います。繰り返しますが、特に安倍総理が中山知県知事にした普天間基地の5年以内の運用停止という約束を果たさなかったことは、極めて重大な背信行為です。菅官官房長官は昨日の記者会見で 沖縄の新基地建設の断念を求める県民大会決議に対し、建設方針に変わりはない、普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければならないと言ってますが、その責任があるのは防衛大臣や政府ではありませんか、その責任を放棄しておいて、普天間飛行場の危険性除去を放置し、これから十数年以上もかかると言われる埋め立てをいまだに強行しようとしています。ししかし7割が 反対を示した県民投票で示された民意を真摯に受け止めるならば、異なる解決策を求めるべきであると、改めて強く求めて質問に入ります。3月15日に防衛省はこれまで私を含む多くの議員から資料提出を求められながら、審査請求中を理由に国会に提出してこなかった辺野古における地盤にかかる設計施工の検討結果報告書など、一連の調査結果を開示しました。 予算の根拠となる資料であるにもかかわらず、全体で1万ページもある資料を、予算審理の終盤に当たる時期にようやく国会に提出したことは、安倍政権の国会軽視の表れであり、強く抗議します。最も古い調査あ報告である、辺野古、平成28年3月のシュワーブ平成25地質調査は、C1 護岸付近は大きくへこむ谷地形で、非常に 緩い、柔らかな砂、砂湿度、それから粘性度が堆積しているとし、以上のことから、特に当該地において構造物の安定、地盤の圧密沈下、地盤の液状化の詳細検討を行うことが必須と考えると結論しています。 防衛省は2017年3月に埋め立てに着工し、石材を投入し、昨年月12月には土砂投入を強行しましたが、工事強行以前にすでに軟弱地盤により、工事の成否自体が見通せなくなっており、仮に工事が可能だとしても、大幅な設計変更をしなければならないことはを防衛,省とし防衛省は認識していたわけで、防衛省の工事強行は極めて悪質だと考えます。 大臣は2016年3月にはこのような調査結果が出ていたことを報告されていますか、大臣が報告を受けたのはいつでしょうか岩屋防衛大臣。えー、先生ご指摘の、手話部平成25地質調査、いわゆる最初の,あの24本のボーリング調査結果でございますけれども、えー、この内容についてはです、ね、私が防衛大臣に就任直後、えー、平成30年10月4日の、 業務説明、普天間飛行場代替施設建設事業に関する業務説明の一環で報告を受けたところでございますで、その際、ご指摘の24本のボーリング調査の結果では、N 値ゼロの地層が確認されたけれども、調査地点が限定されていること、また、別途室内試験を行ったところ、 ボーリング調査で非常に軟弱であった土壌についても一定の強度を示す値が出たこと、したがって当該24本のボーリング調査の内容のみでは地盤の強度等を評価できる段階にはないと判断してさらに追加してボーリング調査や室内試験を実施し十分なデータを得た上で地盤の強度等を評価することとしている。 という報告を受けたところでござい伊庭洋一君。ただいまの資料は、お配 i の資料の一番最後のほうにございますので、見ていただきたいと思います。少なくとも2017年3月に石材を投入する以前の時点で、一旦作業を中止し、沖縄県と真摯に話し合うべきでした。今からでも工事の強行を一旦停止し、考え直すべきではないでしょうか。岩井防衛大臣あの まあ、この問題の原点はもう先生にあの、釈迦に説法で申し上げるまでもなくです、ねまあ、普天間飛行場の危険性の除去を引いては、えー、返還を成し遂げるということにございますが、私どもは、えー、この辺野古への移設作業をなかりせば、えー、普天間は固定化すると、これは断じて避けなければならないとあの決意をしているところでございますので、今後とも。 えー、丁寧に説明をし、ご理解をいただきながら、えー、事業を前に進めさせていただきたいと考えております八重君冒頭、その辺野古以外の解決策をなくしたのが安倍政権だということを申し上げました、全、えー、委員会でもお話をしましたけれども、これについては次の、明日の委員会でまた話をしたいと思います。少なくとも解決策にはならないんだと、そして別の解決策はあるのだということは、いずれ示していきたいと思います。 3月15日に開示された地盤にかかる設計施工の検討結果報告書では、サンドドレーン工法による地盤改良を行うことにより、残留沈下量は供用開始から20年間で約40センチと推定され、本県事業と同様の海上を見立て空港である東京国際空港 D 滑走路と同様に適切な維持管理により対応が可能と説明しています。報告書では 羽田の沈下予測を100年で69センチという数値を引用していますが、これは2010年11月に刊行された9年近く前の第9回地盤改良シンポジウムの古い論文から引用した、しかも予測の数値です。前回の委員会の国,国交省の答弁では、実測は埋め立て開始から10年間で7メートル。 海溝からの7年間で48センチも沈下しています、えー、関空ではもっと沈下していて予測は海溝後50年で11.5メートルですが実測は1987年の埋め立て開始から30年で13メートル94年の海溝から4メートルも沈下しています防衛省の報告書は大浦湾の沈下量過小に昇下しています 防衛省は、羽田ではなぜ100年間で69センチの予測が、実際には7年間で48センチも沈下していると考えていますか。防衛省は羽田の沈下量の実測値を把握していますか、また、関空の沈下量の実測値は把握していますか鈴木整備計画局長。 ご指摘の,あの、えー、関空ですとか、羽田空港におきますところの鎮火量については、あの承知をしておりますけれども、防止といたしましては、当、ま、証、あ、以外の,その事業について評価することは、まあ、差し控えさせていただきたいと思います。ただ、その上で申し上げれば、一般的には1年当たりの、えー、鎮火量というものは、まあ、年を減るごとに徐々に少なくなっていくものと、えー、承知してございますし、また、あの普天間の 実は、大体建設事業につきまして、先ほど委員からもご指摘、えー、ございましたように、えー、埋め立て終了後から20年間の沈下量は最も大きいところで約40センチというふうに予測してございます、でこうしたものにつきましてはあ、沈下量を予測した、あらかじめ予測した造成後の高さをあ設定するですとか、あの維持管理で,です、ね、こうしてかさ上げをするなどと、さまざまな対策を講じることによって対応可能でありまして、えー、本県の埋め立て地については、 ても安全性に問題なく飛行場として供有させることができるものというふうに考えてございます山井大一君お手元配布の資料の 2, 2ページ以降に ただいままの報告書がありますこれ、平成31年1月に出されていますが、今申し上げましたように、これはもう9年も前の資料で、これもその時の予測値です、もう実測は出ているんです、実測は出ているにもかかわらず、そこの資料のに提示してございますように、結果的には、その今申し上げた 100,、まあ、100年で69センチということを、平気で書き、それを証拠立てるものとして書いている。 なぜ予測が外れたと考えますか鈴木整備計画局長繰り返しでごぞあの恐縮ございますけれども、あのこちらの関空ですとか、羽田空港の,あの事業につきましては、防衛省以外の事業でございますので、当初として評価をすることは差し控えさせていただきたいと思っておりますよいち君。いったいいくらのお金をかけて、この工事が行われていますか。皆さん これはあの別の省庁の問題だから、答えるわけにはいかないと言ってますが、答えきれないわけでしょ、答えきれないから答えないわけでしょ、えー、大臣にお答えしますか、どうして辺野古大浦湾では、20センチで40センチしか沈下しないと保証できるのですか岩屋防衛大臣あの。私ども、24本に加えて52本の追加のボーリング調査結果をですね、 えー、その専門家によって検討して、えー、もらった結果、ですね、えー、あのそのような今、予測、値をあの得ているわけでございまして、あのど土木工学的にあのど,どうしてそうなるのか,るのかというあの理屈まではもうあの、私は分かりませんけれどもあの、しっかりと検討していただいた結果でございます。いはい、一君いい 私たちもです、ね、事務所で、えー、担当者からいろいろ聞いております、計算をした結果それでそこ,こ皆さんが先日、開示をしたこの、えー、検討結果、報告書、この中に書いてあるわけです、そして同時に先ほど申し上げたように、羽田も69センチしか、えー、100年間で鎮火しませんよと書いてあるわけです、でその後ろの方には、どんなふうに鎮火する飛行場の例が書かれてます。 供用後の沈下、残留沈下を許容するところ、いろいろあります、で,でも皆さんは20年で40センチしか、えー、こう防衛大臣はこう説明をしておられる、でもその答えは、これ、計算の結果に過ぎないんですよで、計算の結果は見事に外れたわけです、羽田でも外れて、関空でも外れてます、関空は4メートル外れてるんですね、13えっと、50年で11.5メートルが、30年でもう13メートルも 進化しているでではですねどうして羽田だけ、あの皆さんが作るこの辺野古だけ、えー、それは確かなんだ、計算はみんな一緒です、計算が外れることが、えー、これは国交省から聞いたんですけども、飛行機ごとに違うから、やってみなければ分からない、こういうような考えなんですね。で、本当にじゃあ、答えはそういうふうに、計算してる答え、皆さんが出してる証拠、書類というもので答えてるけども、本当は、 やってみなければ分からないのではないですか、そのことについて、大臣としてはどのように考えていますか岩井防衛大臣。あのまあ、言うまでもなく、関空やあの羽田はあの民間空港でございますが、まあ、ここにおけるなんと言いますか、えー、その使用頻度と言いますかです、ね、あの飛行機がどのくらいですね、えー、どのくらいの頻度でどういう機体があの降りるかということによっても、多分 あの当初の計算値と違ってくるところがあ出てくるんだろうと思いますしおそらくまあ近年の観光、えー、ブームということから言うとです、ねまあ、非常にあの使用頻度が増してきているという,ようなこともこれはあの私の,あの想像でしかありません、まあ、国交省さんにあの聞くとはっきりしたことが分かると思うんですが、まあ、そ,んなそのようなこともおそらく影響しているのではないかなと考えます。で あの辺野古に作ろうとしているのはあの普天間基地の機能の一つをですね大体、えー、いい移設するという事業で、えー、ございますし、えーまあ、あの最初にあの予測された予測値からそれほど大きく外れないのではないかと思っておりますがしかしあの仮に外れたとしてもですね、えー、これもさまざまなあの工法によってですね克服することが可能だと。 いう検討結果を得ておりますので、安定的な施工はあ可能だというふうに考えているところでございます大臣、飛行機が1つだけ落ちるだけでは沈むわけではないんですね。結局ここは、まあ、90メートルの まあ40メートル近くの軟弱地盤と深さの30センチ埋める土地、まあ、あるいは50メートルぐらい埋めるの軟弱地盤と40メートル埋める土地この重さが厚密深化といって粘土層だから、えー、結局は経年で沈んでいくんですねで重さがあるからこの土地,土地の底に埋めた。 ものがですね、でなおかつ70メートル以下はやら,あのやらないというふうに言ってるわけです、でここあ 1, 枚1枚目のページの,その資料がありますけれども、何と言ってるか、地盤改良しない部分があれば、厚密沈下が長期間発生する、え怖いのよりは予測より沈下量が大きくなった場合だと、C2 護岸というのは5メートル下にはもう硬い岩がある。 でも C1 は70メートル、90メートルところまで、えー、そういう厚密沈下の可能性のある粘土層、硬い粘土層とは言うけれども、しかし、えー、重さが加われば沈下すると、変えてございます、つまりリスクがあるわけですよ、今のこの資料はですね、こんなあの、皆さんお手元の資料ありますけれども、こんな複雑な地層が曲がりくねって、断層もあるというふうに指摘されている、でも観光は違うんですね。 みんな平行でこうやっていて、均等に鎮火します。あと1点、シュワーブのは陸地です。シュワーブの陸地は鎮火しないんですよ、あの飛行場。片一方では、鎮火する海の埋め立てがあり、沈下しないシュワーブ陸上があり、そういうところで作ってるんです。一体どんなことが起こるかということを想像することぐらいしないと、本当にこれがリスクでないかと、何千億というお金をかけるんですよ。 なおかつ普天間には危険性を押し付けている、でそのことをですねやはり私たちは、政治がこれを解決しなきゃいけないじゃないですか、だから、えー、そこを大臣、このね、もっと具体的に本当にあの真摯に防衛省として、本当にこれ問題ないのかと、このこういう報告書だけでただ答え,答えるだけで、えー、この問題が解決するのかと、えー、ぜひ、えー、聞いていただきたいんですが、いかがでしょうか。 岩屋防衛大臣あの、まあ、これからですね、えー、その得られたあのおお結果をもとに、詳細なあの設計に入っていくわけでありまして、その際に、あの先生ご指摘のような点も含めて、ですね、えー、しっかり克服できる方、えー、法というものをあのお示しをしてまいりたいというふうに考えております波洋一君。 ええまあ事務方に聞きますけど、経損護岸の不均等な沈下が問題です。配布資料のように専門家は七十メートル以下を地盤改良しない C1 護岸を懸念しています。経損護岸は沈下しないと断言できるのですか。鈴木整備計画局長。あの今沈下のお話いくつかございました。この中でもですね、あのまあ。 委員があのお配りいただいた資料の中でも、その71ページのところのこの,この 報告書の中でも、施工段階における対応として、代表箇所を複数選定して、施工に伴って生じる地盤挙動の観測を行い、必要に応じて施工速度の増減や予測沈下量及、および上げこし量の修正等の微小整を行いながら、予測精度を高めつつ施工を進めるとかですね、こういうようなことでありますとか、また先ほど申し上げたように不、あの不均一な沈下に対しましても、一般的にはですね、例えば、沈下量をあらかじめ考慮した増成後の高さをエリアごとに設定しますとか、 維持管理段階でのかさ上げ、こうした対策を講じることによりまして、対応可能でありまして、本県の埋め立てについても、それらの対策を行うことで、安全性に問題なく、飛行場を強要させることができるというふうに考えてございますただいまの答弁は、報告書ですよね、報告書を述べてるだけの過ぎないです、安倍総理は1月31日の衆議院本会議で、<お>え大浦湾側の埋め立ての地盤改良のために、沖縄県に設計概要の変更申請をすると表明しました。 しかし、この間の安倍政権の対応は、県民投票の結果を真摯に受け止めるという言葉からはかけ離れた極めて強権的なものです。防衛大臣にお伺いしますが、この状況で、果たしてです、ね、今の問題も含めて、沖縄県のにおける政権概要の変更の承認の見込みをがあると考えていらっしゃるんですか。 あのぜひですね、あの設計変更の,あの承認、えー、願いにはあの応じていただきたいというふうに私ども考えております、あの先ほども申し上げましたように、この問題がです、ね、仮に、えー、再び漂流するということになればです、ねえー、普天間飛行場はです、ね、間違いなく固定化するあの、それだけはぜひ避けたいと、これは沖縄の皆さんも、 あるいは各党、各会派の皆さんもき共通の認識だというふうに思っておりますので、えー、丁寧にあの説明を重ね、ご理解をいただくべく努力してまいりたいというふうに考えております矢内君時間きましたが、あのあし次,次回もまあ話します実際、漂流はしないです、解決しなきゃなんないから、アメリカにとってこれは解決しなきゃなんないから、辺野古があるから固定化されてるんです。ね、そのことをしっかり 理解でき、理解していただくように、次に質問をつないでいきたいと思います。単にご厚情ないようですから、質疑は終局したものと認めます。本日はこれにて再開いたします。